ンシマシン。聞こえますか？ベンガーバーグのイェネファーによると、スケリッジで魔法の爆発があったらしい。太古の森の一部が焼き払われて、シリの再出現と関係しているという。妄想。ゲラルトは女魔術師と合流して、シリの場所の手がかりを探すべく、スケリッジに向かう。まあ仕方ないね。さすがに、体力がないですよ。疲れてるし。忙しいのかな？忙しいんだと思うよ。まあ、いろいろあるので。あ、放送見に来るの久しぶりっていうか、放送するのも久しぶりだから。放送自体ほとんどしてないのであれだよね。じゃあ挨拶していきます。チンピクさん、ニコメさん、サンコメさん、若智子さん。あ、でも若智子さん何？え、一年ぶりぐらいなの？え、マジで。え、お帰り。なんか全然そんな感じしないよね。いつもあれだし。6個目さん、7個目さん、8個目さん、9個目さん、ゾナモシーさん。クルーズ、クロトリーさん。どうもいらっしゃい。じゃあ遊びまーす。え、子守歌歌ってあげようか。眠くなるんだって。わしの子守歌聞きたい。38個目さん、39個目さん、いらっしゃい。ちょっと待って。樹海じゃないわ。ちょっとじゃあ、向かってる先ってどこだ？命だけは。命？あ、今どこにいるんだ自分が。こっちだ。とりあえず看板のところまで行って、そこから飛びましょうか。ここからピョーンって飛び降りられないもんね。ピューって飛び降りられればいいんだけど。みっちゃん、切り株みたいに立ち続けるだけじゃなく、としえのぐちょぐちょまんこにギンギンの極太デカベイニス挿入ピストンしまくり対3位で3位。よいしょ。今日なんか声がきれい。いや、それはいつもじゃないの。
そろそろ、あ、でもまあ、なんだろう、レベルが全然上がらないから、デスマーチが。レベルが上がらなすぎるから、サイドクエストを中心にやってるんですよ。だけど、まあ、少しずつ、メインクエストをやっていっても、ま、悪くはないかなとは思うけど、でもま、サイドクエスト、なんかね、メインクエスト進めすぎちゃうと、サイドクエストが、失敗とかになるんですよ。なんか、失敗しましたみたいになるから、しっかり歩きなさい。それだったら、まあ、なんか、見つけたサイドクエストを、ちょっとどんどんやった方がいいのかなーと思ってて。おいしいさん入れさえ。何のご用かな？おっと、そこを動くな。かまどの熱はすごいぞ。ここ初めて来たから、ちょっと。おすすめは？見よう。いらないのもあるから売って。ここもいらないし、ここもいらないし。いらないのは捨てていく。いらないのは。お洋服？え、高級かな？そんなことないと思うけど。お洋服でもこれあんまり強くないね。635体力。こっちの方が全然なんか魅力的だよね。防御力はこっちの方がちょっと上がるけど、軽装だからか。こっちが重装だから体力めっちゃ上がるか。よくわからないね。あんまり、なんか防御力高くても、59個目さんはこっちやさ。防御力高くても、あんまり魅力を感じないね。今日は高校の体操着着てます。高校の時の体操着ですよ。わしが、まあ、今もだけど、JK の時の体操着ですね。そんな防御力高くないんじゃない？これいらない。300年前じゃない？え、2年前ぐらいなんじゃん。実は2年前ぐらいなんじゃん。これだったらここら辺の石を買った方がいいよね。別に設計図いらないし。お、おうじゃないの。アドレナリン獲得。出血 5% のやつないね。あんまりいいのないじゃん。うん、ここら辺かな。まあ、買ってもいいかな、みたいな。あんまりここら辺を買って、いらないのを売る。邪魔だから。重装でプラザンチか。まあまあ悪くないか。レベル32にならないと思われたし。プリンマンさんいらっしゃい、こんばんは。18だった。これいらなくて。お久しぶりです。そうだね。マジも放送自体久しぶりだから。久しぶりですね。これいらないでしょ。
元気なのかな。何いらないし、どっちが魅力的かっていうと、ね、防御力7しか上がらないけど、こっちの方が魅力的だよね。これ捨てちゃって、でこれがどうなんだろう。ちょっと今すごいしてるやつと比べよう。殴って思いっきりじゃない、死ぬよ。私が思いっきり殴った、顔が飛んでっちゃうからね、ピョーンって。ああ、そんなもんなんだ。生息、足の恋の防御力、どういうことどういうことだい。あんまりここの人強いものは多分作れないよね、多分。うん、素人だもんね。だから一回これで戻って、この設計図を見てくれ。間違った。グエントしよう。グエントの勝負をしたい。西みたいに腹が裂けて国に食い荒らされてた。なんか新しいカードとか持ってないよね。だからはい、あ、面白かったね、DVD っていうの。お、いいね、いいの来た。アイテム持ってるんだね。うん、すごい面白かったよ。今回、最初の1回目はわざと負けるしかないね。ここまで来たら。ちょっと負けるしかない。20もなってる。まあ、2枚で16になるでしょ？ 3 枚で32になるから。ああ、まあ、なんとかなりそうだから倒しにかかろう。もうなかなかやりますね。どうしようかな。わざと負けた方が安全って言えば安全かもしれないけど、勝ちに行く。パスしたか。まあまあ、勝ってしまおう。あと1で勝てるから。まあ、これでいいや。2つ揃ってないと意味ないし、これで買ってどうだろう。82個目さんいらっしゃい。ああ、いいの来たね。そしてそうだな、どうしよう。ここはわざと負ける戦法で行きたいんだが、いけるかわからぬ。多分衝動を使ってくると思うんだよね、相手が。多分予想だけど、ほらね、やっぱりそうなるから、わざと負けた方が良かったのかなと思いつつ、まあ
でも全力で行ってみましょうか。これ負けるかもしれない。その時は仕方がないな。負けそうな気がする。これ出して、もっかいもっかい行くしかないかな。くそ、こいつコードが2回も出てくると思わなかったけど、もういいや。うわ、いいの持ってくるね。何それ、もう一回来るの？負けそうだ。いや、勝ちそうか。いや、負けそうだ。まずすぎる。いいの来い。うわー、来なかった、ボケ。もう。もう、もう、もう。何？もう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 、勝ちに行ける。もう4枚、相手4枚か。あ、これわざと負けて、あ、これわざと負けた方がいいかもしれない。これもう行ってくるでしょ、相手。よし、これはわざと負けて、で、相手と同じ数に。いや、これは大丈夫かもしれない。勝てるかもしれない。これ勝てるかもしれない。もしかしたら。これで、相手のところから、これを持ってきて、わー、手札が微妙。微妙すぎるけど、まあいいや。しょうがない。あ、よし、勝った。イエーイ、勝った。はい、勝ち決定でーす。ああ、よかった。イエーイ。まあこんなもんです。ちょっとなんかあるかもしれないから、ちょっと街の中一旦走りますね。歩いてみて、何かあれば。もう汚いな。90個目さんはこっちいらっしゃい。私たちは母なるフラヤ。何かあるかな。わあ、そっちじゃない、行きたい方向は真逆だよ。ここに行きたいんだよ。
ちだったよ。顔色が悪いよ。少しは掃除しろよ。ご機嫌よ、博士。俺はお知り合いだった。ネズミを。あら、こんにちは。レムダールは。こんにちは。見守ってくださって。魚もいいな。やっぱりラム君。船は浸水でもしたか。よいしょ。関係なさそうだけど、なんか上の方、こことかなんかありそうで、あ、その前になんかここなんかありそうだから、ここの道を右側に行って、森の中歩きつつ、なんかありそうじゃない。何もない。何もないよ。よいしょ。何もなかった。あ、なんかでもここなんかありそう。わ、なんか遺跡に向かって歩いてますみたいな感じ。誰かいる。何あいつ。お前誰。誰かいるんだけど。あ、喧嘩してる。うわーって、なんか、え、何これ。なんかイベントやってる。どれどれどれ、わしが倒してやる。初めて見る顔ね。名前はなんて言うの。リビアのゲラルトだ。ジュッターンリムンよ。戦闘で私に勝る男はまだいないわ。あ、そう。戦ってみるか。聞いたわよ。そんな強くないでしょ。熊のオラフを倒したのはあなたの。あ、これイベントじゃん。それなら相手として不足はないわ。最後、え、ここの人が何ラスボスなの。あの、じゃあ始めましょう。喧嘩クエスト。選ばんこと。喧嘩クエストのラスボス。あ、全然普通にあれも使えるぞ。鉄の処女って何だ。これ弱そうじゃん。全然めっちゃ弱そう。どうした、来い。え、全然弱いじゃん。めっちゃ弱いじゃん。え、めっちゃ弱い。やめて。鉱石師を見つけるのに苦労したのもうなずけるな。やっと現れたわ。どこでそれだけのことを学んだの。ケイヤモルヘンだ。ケイヤモルヘン、僕こっちにいないさ。92個目さ。でもきっと旅の途中でもいろいろ学んだのね。聞かせて。長い話になるぞ。いいわ。静かな場所と美味しい蜂蜜酒がいるわね。どう思う。喜んで。喜んで。やでやでか。騒がしすぎる。ハービケンの私の家に来て。日暮れ後に待ってるわ。じゃあ後で。日暮れ後。知らねえさ、いらっしゃい。このクエストってあれでしょ。あ、違う。思ってたのと違うクエストだ。さっきやってたのと違うじゃん。え、ちょっと待って。さっきやってたクエストはここが目的地だったはず。あ、でもここだから、いいや、このクエスト先にやりましょうか。近いし。よし、じゃあ戻ろう。ちょっとめんどくさいから、ここから降りましょう。96個目さん、97個目さん、いらっしゃい。じゃあ2000億円ください。うわぁ、攻撃食らった感じになった。シュースノーボード。
早い。もう着いた。うわー、すっごい剣。つながらせてください。最近金額が上がりすぎ、どういうこと？最高の剣でも弱い奴が使うんじゃ価値がないだろう。アイアンメイデンってどこにあった？塔にあるよね。あ、日暮れ後に来てって言われてたんだっけ。日暮れ後じゃないとダメじゃん。遠くまで来たわね。うん、あら、こんにちは。ん？3億？いや、3億くれてもいいよ。くれるんだったら。日暮れ後にまで、ここで瞑想したらいいんだよね。もうちょっとだし。日暮れ後っていつなんだ？ 6 時ぐらいでいいのかな。あなた、ウィッチャーでしょ？あら、こんにちは。8時にしてみよう。大丈夫だった。心変わりしたのかと思い始めてたわ。君と素敵な夜を過ごすチャンスは逃さないさ。魅力を感じてもらえるかしら。実のそういう男性と話すことは話なの。稀だと？なぜ？試合の前におしゃべりで時間を無駄にしたくないし、その後は話すことがないもの。今ようやく自分より強い人に会えたけど、フラヤ様は残酷ないたずらをしたようね。フラヤに何の関係がある？女神に誓ったの。私を任した男だけが私と寝ることができ、夫になって子を授けてくれる。やり出すってこと？今から今からやり出すの？最初の部分だけなら手伝える。どういうこと？メガネに誓ったの。私を任した男だけが私と夫になってよ。フラヤは、フラヤって何？この人がフラヤっていう名前？どうしたらいいの？最初の部分だけなら手伝い。それは私と寝ることができっていうとこまでってこと？ゲラルトさんって本当にやりちんだよね。ユーザーさん、中畑清さん、105個目ザイライさん。じゃあ本当にゲラルトさんってやりちんだよね。2番目と3番目は力になれない。だが1番目の満たし方なら思いつける。まさにそれを望んでいたんだよね。まさにそれを望んでいた。やり出すの？ゲラルトさん、ちょっとヒロシが怒ってる。ヒロシが怒ってるよ。ヒロシが怒ってるよ。119個目サイレンさん。あの女魔術師はあなたの何？いや、まだ裸でいるんだけど、なんなん？うん、それだけ？そんなクエストなの？やるだけクエスト？
あら、こんにちは。何なのこれ。え、やるだけクエストなのこれ。あの女魔術師はあなたの何？ヤネファ。つまんな。つまんなクエスト。無事にこんな無駄な時間を使わせるな。ボケ。やるだけクエストとかあるんだね。なんなの？怒るよ。ちょっとこれ、服部のところに、ちょっと一回戻ってみていい？え、ちょっと待って、裸なんだけど、なんで？ちょっと。え、ちょっと待って、私の武器防具はどこに行った？もう、いちいち脱ぐな、もう。何装備してたかわからなくなるでしょう、オッケー。腹立つー。なんなのもう、腹立つ。ちょっと、じゃあ、134個目さんやらさん。いちいち脱がれると、何装備してたかわからなくなるんだって。どっちこれ装備してたのって、これ、あ、別の装備か。で、もうこれ装備してたんだろうけど、でも剣も外れてるし、なんなのもう。いや、おこだおって何？どっちがいいのこれ。鋼の剣。207、200。どっち装備してた？こっちの方が強い。結局、まあ、こっちの方が本当は強いけど。でも、ボーナスがないから。これよりもこっちが強いでしょ、今は。で、これよりも、これが装備できなくて、こっちは弱い。銀の剣が強いの持ってないんだね。今装備してるのって？タイガっていう剣とグリフォン。銀の剣、グリフォン。いや、いらない装備を預けてると、でもなんかなんていうの、アップグレードするときに、何を持ってたか分かんなくなるから、ウィッチャー装備だけは持ち歩いておきたい。かなぁ。これ低いでしょ？うん。これでいいんか。もう全部外れてるのもすごい腹立つ。めんどくさいってもう、何を装備してたかも全然わかってないから。で、こっちの方がいいので、装備して、ちょっと待って。で、クエンの 5% をつけてました。ガードクエンに。ほら、いいの全然持ってないさ。イグニアスキー、イグニ、ヤーデン、ガードイグニ、イグニにしとこうか。国と、わ、いいの持ってない。アードってなんだっけ。アードって何、
風のやつだっけ。あーどこか。ヤーデンにしよう。イグニとイヤーデンつけといて、でこれはもういらないし、これプラス8、今装備してるやつがクエンとイヤーデン。クエンのやつ持ってないんだよね。阿部寛さん、よかったよかった141個目さえいらっしゃい。阿部寛さん、ありがとう。恍惚中。恍惚ってなんか久しぶりな感じがするね。恍惚中、ありがとう。144個目さえいらっしゃい。クエンとイヤーデン。ヤーデンとクエン、ミクニ、ハスクイ、ミクニとヤーデンにしとこそこ、これもあと打っちゃっていいや。はい、よし、と剣ができたか、ちょっと見に行きましょうか。で、標識、標識とファーストトラベルで、世界地図のノビグラと、ハットリ、どこハットリ、147個目さんいらっしゃい。どこハットリ、ここかな、ハットリ。まだ完成してないの、ハットリ。もしかして。これがついてたけど、これ。え？ちょっと待って。え？まだ完成してないっぽいよ。あ、え？メインクエストを進めないと、ないのかな？え、なんかハテナがめっちゃ増えてない？前のところ。こんなにありましたっけ？ハテナ。全部言ったような気でいたけど。あ、そう。ってことは、ハットリのクエストまで進められないんだ。じゃあどうしよう。ヤンゴさん、いらっしゃいって言ってたっけ。もう。ガスケリッチの、あ、そうなんだ。9個目さん、いらっしゃい。エルミオンから貴重なカード。やりくえ、やりくえ。ほんとさっきのやりくえだったね。やるだけクエストみたいな。ない。このクエストもまだいないんだけど、人、エルミオン。エルミオンってどこに？いないじゃん。どういうこと？
どこ？なくない？エルミオンっていう人、そうはし、え？まだ出てない感じ？これは？ロサールと話す。あった。これはあるクエスト。あ、ここに飛べばいいんだ。アーキーアさん入れさい。イエー。あ、そうなの？え、バグなの？じゃあもう、ハットリのとこに行ったら、剣ももうできてたりするのかな？メインクエスト進めてないけど。こっちに来て見ていきな。こっちに来て見ていきなって何よ。フラヤ様、ロサール。邪魔してもいいか。ハゲだ。ああ、どの道祈っても無駄だ。あ、そういうことなんだ。呪いで困っていると聞いたか。呪いで困っていると聞いたの。そうだ、あれが見えるか。棒に刺した馬の頭が。あれはニシン具、呪いの一種だ。見たことがある。甘く見るな。最悪を引き起こせる死ですらもな。ああ、掘られた名前は長男のチャルブだ。熱を出して日ごとに弱っていく。明日の夜には埋葬する羽目になりそうだ。自力で呪いを解こうとしたが、阿部博さん、ありがとう。高校中。助ける方法は二つある。一つは、ニシン具を置いた者を説得し、呪いを解かせる。もう一つは、呪いをかけた者の名を棒に書いて呪いを跳ね返す。どちらにせよ、誰の仕業かを知る必要がある。だが、わからない。こんなことをする者など思い当たらない。調べなければな。ニシンか。この後はまだ新しい。もう少し調べるか。よし。これなんだ。女物のショール。独特な柄に独特な匂いだ。匂いで追っていく感じ。七個目さん、いらっしゃい。見ていきな、旅人よ。あ、村の方に向かってるっぽいけど。お、犯人が分かりそうだね。香りが多すぎる。匂いで追跡は無理か。ショールについて調べよう。
見た目通り腕が立つのかどうか。素敵な子。ああ、どうだっけ。こんにちは。約束。薬草を見てもいいか。薬草を見てもいいか。またな。ごきげんよう。あなたみたいな人の考えてることはよくわかる。眠くなってきた。その剣は確かにすごいが、斧の方が信頼できるな。7個目さん、1個、8個目さん、いらっしゃい。持ち主について尋ねる、だから人に聞かなきゃいけなかったのか。売り。まさかになりそう。じゃあな。それで5分ぐらい寝て、ちょっとだけ待って。アイスクリーム取ってくる。
うん、おいしい。族長の洗濯係が腹立つ。港に着いたばかりなのに。行きちゃいそうだよ。腕が立つのかどうか。行っちゃう。ただいま。遠くまで来たね。いや、棒のアイスだよ。何のご用？このショールは誰のものか知ってるか？もちろん、薬草医のジョナよ。あそこの小屋に住んでる。見つけてくれてきっと喜ぶわ。ああ、大喜びだろうな。あ、さっきの。さっきの薬草医じゃん。この人が呪いをロサールの家の近くかけたってこと。君が置いたニシングのそばでな。なぜわかったの？直感だ。認めてくれてよかった。チャルブが死にそうになっているぞ。それでいいわ。あいつは生まれるべきじゃなかったのよ。私がロサールの花嫁になるはずだったのに、あんなヒラメ女のために捨てられた当然の報いよ。逆恨みみたいな感じ。嫉妬から子供を殺すのか。嫉妬心から子供を殺すのか。本気か。嫉妬ではなく尊厳の問題よ。10年間一緒に暮らした。10年よ。料理をしてベッドも共にしたのに、一言も言わずに私を捨てたのよ。村の全員が笑ったわ。ジョナはバカだ、まんまと騙されたって。いいえ、騙されて忘れてもいないわ。これはあれだね、捨てられてよかったんかな。呪いを解いてほしい。頼む。いいわ。でも条件がある。ロサールの息子と縁を切り、私の元へ戻るの。伝えよう。お互いに答えは分かっているはずだ。奥さんと子供を捨てて私のところに戻ってこいだって。なんかそういう依存してる感じすごい嫌だ。なんでそんな、なんか男の人に依存したって何にもいいことないってねえ。あ、むしろ、よかった、よかった。私って言っちゃったけど、私の前からいなくなって、って思っといた方がいいって。ねえ。ニシングを置いたやつは分かったか？お前の古い友人、ジョナだ。嫉妬深い女め。他人の幸せを妬むとは。で、彼女は呪いを解くと。ああ、お前は家族と絶縁し、彼女の元へ戻るだけでいい。なんだと？断る。妻と息子の名誉を奪い、貧困に追いやるのか。呪いを破ってくれ、ウィッチャー。彼女を殺してくれ。どうせそれが望みな。それはできない。いやでも子供に命を救うんだったら、それが望みならぶっ殺しにしようか。どうしよう。180コメさんいらっしゃる。どっちにする？どっちがいい？みんなは。あの嫉妬深いあの女をぶっ殺しにするか、それかそれはできないって言って、なんか別の作戦があるのかどうか。どっちどっち、ちょっとアンケート取ろう。
土地上優しいからわかんないこんな選択肢にふふ。土地上こんな選択肢選べない。ぶっこれちゃんするって。エロリーマンチンタロウさんいらっしゃい。それが望みだ。お前は罰を受けるべきだが、このやり方は卑劣だな。引き受けよ。神を感謝します。神を持ち出すな。これは人間同士の問題だ。おいしさぶっこれちゃんするよ。とりあえずちょっと子供の様子を見ましょうか。わあ、子供ちゃんが寝ている。ちょっと家のものをもらっていくか。家のものをじゃあ何個かもらっていきますね。よしよし。あの女の人ぶっこれさんしよう。ウィッチャーだぞ。速やかで苦痛のないように。これで相手にロサールに話しかける。あの氷の巨人の。これでもういいの？本当なんだな。え、死んだの？あいつ、あいつ、え、これ、え、もうこれで死んだの？跳ね返したっていうこと？それで成功したか？ああ、息子さんはすぐに回復する。そしてジョナは死ぬ。ありがとう、ウィッチャー。感謝してもしきれない。息子は一番大切な存在なんだ。もし死んでしまったら耐えられなかった。約束の報酬だ。出発の前に食事でも一緒にどうだ？いや、気が進まない。え、これ終わり？経験値1。俺はただの男だ。面倒だ。あ、でもお金はもらえたんだね。要は何、人殺しをする代わりに人の命を救うみたいな感じなんだ。人殺しをして人の命を救うみたいな。さっきの女の人、どうなんだろう。ちょっと見に行こう。さっきのあの嫉妬深い女見に行こう。どれで、ここだよね。しばらくいるの？あれ、この、違う、この人さ、こっちだ、ここだ。あれ違う、あれ、あれ、いなくなった。あんま死んだのかな。え、いるじゃん普通に。え、あれいなくなってる。え、あれ、あの人の家だったよね、ここ。え、存在自体がなくなってる。いや、存在自体がない。それから手を離せ。まあいっか、別に関係ないし。よし、じゃあ最大トーナメント行こう。スケリッチの最大トーナメント、めっちゃ遠いんだけど。なんなん、こっからこれで。よし、喧嘩のクエストの最終戦になりますよね、これ。
きましょう。喧嘩クエストの。人を殴ったら天下一品か、一品だなじゃない。人を困らせるなよ。人を困らせてません。今人を手助けしてきたんだから。トシエさんは正義の味方。そう。私はいつでも弱い者の味方、トシエ、正義の味方です。215コメさんいらっしゃい。あれ今日すごく可愛いなお前。知ってる。としえさんいつも可愛いって知ってる。いくらでやっとったのさ、ないか。よし、復興の斬新に行こう。とうとう別赤。別赤なんてないかな。喧嘩？あれ？謎の対戦相手について調べる。謎の対戦相手？謎の対戦相手。あ、これか。どうも。ファイト代ください。あんたウィッチャー、怖い顔するなよ。むしろ敵人なんだ。普通のやつじゃ世界王者の相手にはならない。対決しに来たんだろう。世界王者なんなんだろう。スケリッチの王者はクマだったんだよね。倒したけど、殴り倒したけど。現王者について教えてほしい。何か知っておくべきことはあるか。人間じゃなさそうじゃない。クマが相手だった時は面食らってしまった。クマが相手だった時は面食らった。案内してくれる。そりゃそうだよね。よ、なんだろう今度トラとか。あれこそが世界王者だ。何？あ、人間じゃないですか。イワトロールだな。トロールだった。トロールだ。トロールか。本当に剣闘試合か。ああそうだ。素で倒すとか無理じゃない。言い忘れたが、挑戦者の宗教に沿って立派な組織をやってやるからな。王者はトロールなのか。今の王者はトロールなのか。誰も不満に思ってないのか。不満なんてあるわけない。彼は誉れ高いトロールだ。前王者と公正に試合をした。前王者は石頭のザマって名だったが、別にトロールに頭から地面に叩き落とされたからついたわけじゃないぞ。トロールの名前は？あるのは確かだが、誰かに任されるまで教えないそうだ。はぐれ者だろうな。試合で死んでしまったら言うことはできないぞ。ああ、その通り。でも負けることなんて考えてないはずだ。というか、トロールだから何も考えてない。理屈をこねるのは得意じゃなさそうだ。倒せるかな。ああ、世界王者と戦いたい。名前は？リビアのゲラルト。なんか準備はできてる。リビアのゲラルト、時間だ。おい、世界王者イワトロールと自然の戦い。普通に剣でもなかなか倒せないのに、素手とかやばくない？しかも技も使えないんだよ。どれどれどれ。プシュプシュって何の？誰これ。いや絶対強いでしょ。
さ、あのハンマーとかみんな持ち歩いてる。一撃でみんな死ぬじゃん。うわめっちゃ銃やば。ほいあ、終わり？うわ、全然減らないじゃん。しかも、はい、あれも使えないんだもんね。魔法も使えないんだもん。魔法使えないっていうのがちょっと、てか邪魔じゃない？何なのこの人たち。一撃で死ぬ可能性があるよねこれ。ちょっとずつ減ってきたけど、防御もできないよねこいつは。危なって欲張るとやばいね。おいよ。はいどうも兄さん、ちこみさんです。まあ、おお、人も邪魔なんだけど、なんでこんな乱闘みたいになってるわけ。うわわわわわわ、
こう。半分まで減ったね。でもうわにゃすごいパンチの持ち主であることは認めよう。死んだ。まだ立てるなんて信じられない。うわ最悪。その剣は確かにすごいが、斧の方が信頼できる。もう一回。くっそー。どれだろう。無理なのかな。もう一回とか。弱い奴が死んじゃ価値がないだろ。その剣は確かにすごいが、斧の方が信頼できる。何しに来たの。もう一回とかできないの。ない。一回死んだらダメなの。嘘。それはないよ。ちょっとロードしよう。これかな。ベンガーバーグのイェネファーによると、スケリッチで魔法の爆発があったらしい。太古の森の一部が焼き払われ、あれもならなかったよ。あの普通の喧嘩だったら、合流してシリの居場所の手がかりを探す。死んでもあの魔法で生き返るやつ持ってるから。生き返ると思ったんだけど。生き返らなかったね。ていうか一回 HP がゼロになったらおしまいみたいな感じ。もう怖い。これやったら死ぬ。危ない。これは喧嘩で世界王者になるためのクエスト。うわ当たっちゃったよ。もうすごいパンチの持ち主であることは。すごいな。ベンガーバーグのイェネファーによると、スケリッチで魔法の爆発があったらしい。太古の森の一部が焼き払われ、それがシリの再出現と関係しているという。ゲラルトは女魔術師と合流して、シリの居場所の手がかりを探すべくスケリッジに向かった。やばいね、硬すぎなんだけど。当たる。タイミングがあれだったら。てか叫んでてない。
分かった、一回防御されたら一回逃げる。おいしょ、危ない。おい。さっきは半分。半分まで減らして、負けた。これ集中切れたら、おしまいだ。ちょい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 、トロール、岩トロールだって。うわ、ぶんな。お、なにそれ、なにそれ、そんな、そんな攻撃もあったんだね。倒しそうかな。まあ我慢してちょっとずつ行くしかないね。欲張らないで。うめめめ、ちょちょ。すごい感じの天使であること。ちょっと認めます。もう。さっきのがなくなってる。え、さっきのセーブポイントがなくなってる。え、なんで？ベンガーバーグのイェネファーによると、3回までしか、そうそう、オートセーブって何、3回までしかなくなっちゃう。ゲラルトは女魔術師と合流して、そうそう、オートセーブだね、あれ。探すべくスケリッジに向かった。マジか、ちょっと前に戻っちゃうけど、うん、そんな感じっぽい。くそー、どこからだよ。あ、でもここまで来てる。その剣は確かにすごいが、斧の。で？どうも。これ全部行って。何か。見よ。言わ。長い長い。一歩取ろう。ちょっとまた来るにして。
それでは。で、ここでセーブして、よし。ああ、せな、準備オッケー、行こう。よし、危ない当たった。ブブ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 ブ。危ない危ない。危なすぎる。ずっとゆっくり倒すしかないね。腕と違うんでしょう、そら。あ、これやばい。お、危ない。よいしょ、危ない。よいしょ、危ない。この人、すごいパンチの持ち主であることは認めよう。すごいな、まだ立てるなんて信じられない。ちょっと、くっそ、ベンガーバーグのイェネファーによると、スケリッチで魔法の爆発があったらしい。太古の森の一部が焼き払われ、それはシリの再出現と関係しているという。やばいね。ゲラルトは女魔術師と合流して、シリの居場所の手がかりを探すべくスケリッチに向かった。やばい、もう久しぶりにやばいね、いるね。いや、でもレベル3でレベル30の、家畜を絶対守るマン倒したさ。あれと同じような感じだよね。っていうか、
魔法が使えないのがちょっと痛い。魔法使えないのと武器使えないじゃん。魔法が使えないのが一番きついよこれ。いやでも倒したじゃん、レベル3でレベル30倒した。こんな。いや、そう、いるんだっけ。あの、家畜をぶっころちゃん しまくってると、その、家畜の肉とかで、あの、売って、お金稼ぎする人がいるから、運営の人が、その、そういう人対策でものすごい強い敵を家畜ばっかり倒してる人に対して差し向けるっていう、そういうのがあって、それをレベル3で倒したから。あ、これやばいやつ。エビさんいない、さい。そうそう、最初の村、最初の村でそうそう、最初の村で、そう倒しちゃったからね。もうラスボス並みに強いんだよね。よいしょ。これね、もう魔法使えないのがちょっともう嫌らしすぎるって、これ。もう。ちょっと待って。355個目さえやりそう。よし、オッケー。そう、よそ見できないからちょっとごめんね。あ、トシエモンさんやりそう。みんなを。うぇおいしいよ。おいしいよ。おいしいよ。あー、ちょっと大丈夫よ。おいしい。世界シャンプとは仕事どっちが喋ってるか。あ、このトロール。そんな感じでしょ。いや、わかるよ。危なっ。さん入れさん、うわぁ、ちょっと待って。もう攻撃力高すぎる。オッケーオッケーオッケー、やばい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 、うご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 う、きた、うう、危なぁ。あ、やばいやばいやばい。人を盾にして、オッケーオッケー、人を盾にしたらうまいって。いいよ。やばいやばいやばい。
よしやっと半分まで来た。ちょっともう硬すぎる。硬すぎるんだってこれ。嬉しいよ。焦るとやられる。おいしいよ。ガオ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 。素手で戦ってるから硬いんだって。武器だったらここまで硬くない。喧嘩世界一だから。わわわ、来た。人間を挟むとすぐついやばい。あるよ。装備ありならそんなに強くない。油断するともう死ぬかな。これさっきこのパターンで一気に持ってかれたから気をつけた。危ない。
あぶな、あれ当たったらしいね。あぶな、って言ってもね、全然減らない。1、4インチ5個目さえ減らしたら、わわわ、やばい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 、おお、まなんかモーションが変わった、あいつのモーションが変わった。やばいやばい、怖い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 、いきなり襲ってきそう。やった、倒した、イエーイイエーイ、やったぞ。世界王者と正々堂々と戦い、打ち負かしたリビアのゲラルトにその称号を与える。今夜この知らせを世界の隅々に向けて送り出す。やった、称号と商品はお前のものだ。イエーイ、おお、いきなりいきなり現れた喧嘩の達人、イエーイ。話しかけてみよう。なんて、お食おきどるふ、トロールの名はお食おきどるふって言ってる。今だと来てた。そっくりじゃないわ。全然似てないかな。お姫様と妖怪だかな、今のは。怪物とお姫様を間違えないでほしいね。メシさん、これやろう。で、グエント行こう、グエント。知ってるー。いや、怪物ですね。いや、こっちがお姫様でしょ。何を言っているのだね。いや、じゃなくて。いや、歯じゃないでしょ。歯はおかしいでしょ。よし、ここか。鍛冶職人に手紙を届ける。よし。とりあえずセーブしよう。いやー、強かった。魔法が使えないのがもうちょっとね、苦痛だったね。で、そこからだ。ここから飛べるんで。イエーイ。ミニオン？ミニオンのモノマネってどういうこと？私でもこの、あ、そうそうそう、セイレーン、このゲームに出てくるセイレーンのモノマネだったらできる。こいつ？あ、違う。それはそこかな？飾りだ。彫刻して。溶かして作り直せ。セイレーンが出てきたらね。
武器に興味があるか。武器にはそれぞれの物語がある。フィーレインが出てきたらそうやろ。武器にまつわる話を聞く。この斧は骨董品だな。この城より古い。でも切れ味はいい。あ、そうなんだ。別にいいよ。年に一度サオビンの日に斧は埋めく。戦いで流された地、廃墟と化した村。影だね、こいつ。髪の毛ないのに横から持ってきてるよ。誰もこの斧を買おうとはしない。斧いらないし。作ってほしいものは品物を見て。何を売っていい？とりあえず品物を見て。もう1700円。結構持ってるね。別に設計図はいらないから。これいらなくなったやつ売っていく。あ、ナイザーも売りたいのも全部売っちゃった感じだね。あ、売れないし、ここの人。なんだ、売れないぞ。いらなーい。気力70持ってるし。コンランド。お風呂、行ってらっしゃい。あ、これ、欲しい。やったー。重量、アップする。やったー。え、超いいの売ってた。この人は何？鍛冶屋レベルはこの人は？職人だ。結構いいの作れるじゃん、職人だから。え、ザリガニやってんのに。え、何を言ってるの？え、何を言ってるの？あ、ゼリカニアね。ザリガニアじゃなくて。やったー。上質。クリフィンの銀の剣。ん？上質？ん？持ってるよね、これ。グリフォンの銀の剣。これも持ってるよね。これは持ってる？あ、これは、上質？消耗品ですね。高級上質。上質、上質高級。今持ってるとかって今これ持ってますよっていうのって、わかんないよね。ちょっと不便だよね。これ今持ってますよって教えてくれたらいいのに。うん、まあそうなんだよね。結局いらないと言えばいらない。ちょっと作ってもらった方がいいかな。ここら辺のやつ。470個目ザイラさん。イグニーヤーゲン。クエンのやつちょっと。何個か作っとく。100円でしょ？何個作れる？お金払うけど全然お金めっちゃ持ってるから全然いい。ショイヤーでしょ。
ショーじゃなくてノーマルのやつ、ちょっと作ってしまいたいね。行く。食べないでください。どういうこと？どういうこと？台は作れないんだね、この人。何を？ストリボグのルー、めまい。ああ、めまい結構いいよ、いいよね。こっちは作らないでいい。作れるやつ大きくしたい。これが防御力貫通。めっちゃお金使ってるけど、全然いいよね。凍結か。過激な発言？ないよ。過激なことなんて一切言ったことないよ。お姫様だから。めっちゃお金かかるね。この作業。気絶確率。ねえ、めっちゃお金持ってる。アドレナリン獲得欲しい。これは毒は別にいいや。引力か。ああ、こんなもんでいいや。でほとんど使わないやつはもう重いから売っちゃっていいや。これも重いもんね。10個ぐらい、13個売っちゃおう。そんなに使わないしばし。これも7個売ろうか。そんなもんか。あと一旦カードの勝負して、グエンとの勝負をしたい。手に入れたものとかない？はい。おやすみ。休みした方がいいかな。あー、勝負できた。おやすみ。なんで2回言ったの？ちょうどもう一個持ってたりするかな。
大丈夫だ。めっちゅって、あれ、はい。噂ないわ。うわ、こいつ。いけません。 ASMR 489コメさんいらっしゃる。うわー、なんか絶対こいつすごいの使ってきそう。うわー、どうしよう。パスされたら困るし、困ったんなー。パスしてきそうな気がする。勝ちに行こう。絶対パスしてくれるでしょ。あ、してこなかった。うわ、こいつ使っちゃおうかな。使ってやるね。こっちが手札増やすやつないから、それをいいことに使ってきたね。これはもうこのターンは負けるしかない。しょうがない。お相手がパスしてきた。ってことはこれを使って全力で倒しに行くしかないけど、もうこれ、ま、ほぼ負け決定なんだけど。ちょっと厳しいね。危な。いや、相手が、うわぁ、ちょっと厳しいかな。いいのがないな。しょうがない。これでいこう。相手がもし衝動とか持ってたらやられる。これをもらって。いけるかな。変なのなけれ、うわー最悪、やばい、やられる確率が上がった。どうだ、うわー、あ、やった、勝った。イエーイ。よし。それを開発やろう。混ざりだ。彫刻してみた。イエーイ。作り直せ。剣。これでセーブしといて。で、ちょっと待って、上にもなんか鍛冶屋さん、ここにも鍛冶屋がいるから、ちょっと話しかけて。いらっしゃい、白狼。来ると思ってたよ。いや、確信してたね。ほう、あ、これちょっと手助けした人か。ヘイヤトロール土壌はスケリッチ全土で最高の品揃いの武器屋だからね。ぜひこの目で確かめたい。これ一回助けた人だよね。どうぞ、ゆっくりじっくり見てくれ。誰が王になる、え、何の話。次の王になるのは誰だと思う。ヤルマールに決まってる。勇敢で度量が広く
クラフの直径、最有力だ。最高級の胸当てを作れるものを探している。ドワーフしかいないだろうな。ファーガスはどうだ。ベレンのどこかに隠れているらしい。ファーガス、どんな人？売り物を見せてくれないか。なんかいいのあるかな。カードとか。え、虫ですか？あ、地図がある。これは全部買っておきたい。クエストが増えるから。読めばさらに情報もらっとこう。あとは、あとはいらないね。あと売れるものを売る。ないね、売れるものもない。売りたいものがない。で、制作は？あ、さっきと同じなんだね。同じなら用はない。で、グエント、少しカードで勝負しないか。よし。わあ、同じだ。ってことは相手も結構同じような手を使ってくるから気をつけないといけないね。最初手札を増やす。よし。ん？そうかな。そしたら私は、まあ、これでも勝ちに行きたいから、もうここでゲラルトさんたち使っちゃおうか。どうしようかな。ハイパイ触らせてて相手もね、同じような手を持ってるから簡単には勝てないと思うよ。ちょうど使ってくるんです。あ、来なかった。これで、勝ちます。うわー、いらないの来た。いらないのが来た。もういっぱい。もうここで勝負かけますね。ここで勝負をかける。来るかな。いらないのを入れてみよう。あー、
ど、そんな感じなんだ。私分かってるんだよね、今のところ。まあ、余裕で勝てたね。まあ、余裕じゃん。へえ。あ、もう終わりじゃん。もう勝ったじゃん。全力で行くけど、全力で行きますけど、はい、虫の勝ち。イエー、よし、もういらな。で、セーブして、で、この人は、ほう、下手な真似はするなよ、この白髪野郎。厄介事を起こそうってのか。武器に興味があるか。武器で、この人に、多分これはお前宛てのものだろう。母さんからの手紙。妹がこれを届けると書いてあるが、どうしてこれを。妹さんの泣き殻が持っていた。森で数人分の遺体を見つけた。怪物に襲われたんだ。その一つがこの手紙を持っていた。シンナが死んだ。ああ、何度もあいつと母さんに言ったんだ。こっちで一緒に住もうって。でもフェローに残るって。遺体を取ってこさせよう。お気の毒に。わざわざ知らせてくれてありがとう。これを持ってってくれ。何くれるんだろう。え、なんで私が言ったんじゃないよ。厳しい時代。行け。一人で悲しみたい。自品の新しい、うん、似てない。全然似てないよ。よし、これでこのローチのやつ売れるから。それは邪魔だから売っちゃう。だ、行け、彫刻してみた。あ、売れないね。出して作り直せ。この人に戻ってきたか。妖精って妖怪？いやいやいや、それわしが妖精で、お姉ちゃんが妖怪ってこと？売り物を見せ、それは失礼じゃないかな？よいしょ。じゃあな。逆逆じゃなくて。それはないでしょ。書物。間違った。書物。妖精でしょ。わしが妖精でしょ。どう見ても。現実見るやつないわ。
っと待ってね。作れるね。で、あんもない。おかえり。で、これがいらなくなって、で、何かつけておこうとするとすれば、違うな。これかな。これはダメージを受けた際に吸収する。これつけとく。よし。何、オイルマッサージしようかって、どういうことしてくれるんだったら、してくれてもいいけど。背中に剣で、いや、眠いね、ちょっと。レースの場所まで行く。スピカローク。これどこでやるんだ。まっすぐ下でやる。あ、ん？まあまあ遠いんだ。まあこのレース行こうか。シドリアとも。あ、でも3時だね。もうちょっとで寝ないと。さすがにお仕事にも響きますよね。そう、ほんと、朝晩寒いよね。こっから。あれからって、最高の剣でも弱い奴が使うんじゃ価値がないだろう。うわ、見て、残虐。樽の輪っかから刃物まで、まあ剣。こんな人いたかな。品を見せてくれ。やったんですかね。やってないわ。ここには地図ないね。設計図しかない。設計図はいらない。ちょっと待って。うるいらないの。どんどん売っていかないと邪魔になる。売れないんかーい。カードちょっと勝負しよう。カードゲーム。やったかやってないかわかんない。忘れちゃったか。ワイルドハントだ。相手ワイルドハントだ。どうしようかな。同じの来た。私のワイルドハント、これでいい。最初から何あれ。
うわぁすごい来た。いや、まだ使ってくるの。ヤマダンちゃん、この人は。めっちゃ出たね。この人アホなんじゃないの。543個目材です。これも絶対負けといた方が正解だよね。とりあえず。とりあえず負けときまーす。ね、いやでもどうだろう、勝てるかな。パスしてきた。これで勝つ。相手ショード持ってると思う。ここは勝たないと。わ、相手の手札を崩すやつ持ってないわ今。なんでそういうのこういう時に限って入ってこないかな。やつが扱えるぞ。なんでそういう時にね、鍵って入ってこないのね。とりあえずこれを言っといて、様子見をしながら。どのぐらいかな。何あの人自分で自分の首を絞めてるぞ、この人。全然ですね。余裕で勝ちましたね。全力でいきますけど、私は。私はもう全力を尽くしますけどね。はい、おじの勝ちです。私じゃないよ。私あくびしてないよ今。私です。似てない。いや似てるでしょ。そんななんかセイレーンの真似とかより絶対似てるでしょ。
がまっすぐ。スバナがお前を参加させたいらしいな。本当にそんな勇気があるのか。ああ、早く始めよう。さあ、皆さん、今日モッドランスバナの栄光を目指して走るのはリビアのゲラルト、アルブ・オーズマン、そしてレッドリッカ。あれ、この人さ、あの人じゃないの。ね、寝る、あれ、やるだけクエストの人じゃないの、この女の人。やるだけクエストの女の人じゃないの。女みたいな乗り方ね。勝たせはしないぞ、流れ者め。ね、これ、あ、これ。ね、これくぐらないとダメなの。女みたいな乗り方ね。女みたいな乗り口にいいじゃないの。オッケー。流れ物め。え、負けた。難かったね。相手がスケリッジのものでは仕方がない。我々は波に乗るのも馬に乗るのも得意なんだ。まさに自由自在さ。はあ。王様が英雄杯に出るなんて。おしゃべり。はあ。さて、ウィッチャー。ああ。さ。あんたに女神様のご加護。美しく死ぬためのな。遅いぞ。燃やそう。コースを覚えればもうこっちのものだよね。みたいな乗り方。勝たせはしないぞ、流れ者め。はあ、てめえ。こんなみたいな乗り方ね。勝たせはしないぞ、流れ者め。はい、わしの勝ちです。はい、わしの勝ちです。はい、余裕でした。てかコースめっちゃ短かったね。勝者はウィッチャー、リビアのゲラルト。イエーイ。その走りには報奨が値する。さあ、今日の栄冠の記念にこれを。何ね、何くれと。まさかよそ者が参戦全勝とはな。英雄杯も残りあと1です。相手は名手だ。さっき死んだけど。キンダースファルに行ってみるんだな。負けたのに。いや、馬が似てるとかおかしくない。ゼリカニアのなんちゃら。56煮込みサイダーさん、これですね。さっき買ったのに、お金出してもらえるとか。さっきお金800円ぐらい出して買ったのに、もらえるとかふざけるな。ふざけてる。損しただけじゃないか。あ、もうただただ、ただ単純に2つはね、意味がない。結構遠いな。ここか。あるあるだよね。56落ち込みたいです。行ったことないね、ここ。
こ行ったことないから、うん、結構グエンとの勝負もできそう。いらっしゃい。買い物かな。売り物を見せてくれ。じゃあ200万円ください。少しカードで勝負しないか。そういうこと？わしからなのか、これ。ボリュードだ、ボリュードじゃない、ボリュース5色国だ、アイテムこれ、似たようなの持ってるから厄介なんだよね。ほら、足使え、こういう時におとりが来ないよね。こういう時に限っておとりがないっていうのがちょっとホラーだね。おとり、おとり、あ、そうです、かかしっていうの、おとりっていうの、どっちでもいいけど。15出しとか、結構来るね、カンカン。結構来るね、カンカンと。もったいないな、今使う。光ったね。ちょうど持ってたんだ。
わお、増やしてきたこいつ。よし、いいのが来た。よしの勝ちだね。うわ、カカシマだもん、こいつ。私の勝ちです。全力でいきます。はい、私の勝ちです。死体蹴りなんてしてないよ。間違えたけど、まあいいや。なんかじゃない、戦士の家だ。おお、その戦士の家では何をする？戦うのか？時には相手に一発殴りかかることもある。だが大抵は酒を飲んで食べて火のそばで体を温め、ね、少し話をしたり、金融詩人が月に捧げる歌を聞いたりする。酒場とほとんど一緒じゃないか。はあ、ったく大陸のやつは何も分かってない。ここの蜂蜜酒でも飲め、知恵の味がするぞ。変な人。何を売ってる？見せてくれ。なんかいいのあるかな。はい、何もない。そう、ハゲだらけ。みんなの仲間だらけ。そうそう。グエントで。わざと負けよう。ないよ。
もうクレイジさん何回も来るね。眠いからもうすぐ終わるよ。クレイジさんも大変だ、行くところがないんでしょ。あ、青鳥が来た。倍あるから負けることはないよね、多分。負けはしないと思うけど。うわ、またか。結構増やしてくるね、アイテム。うん、もうすぐ終わりよ。さすがに眠い。あ、やっぱりショード使ってくれるね。ワンちゃん負けの可能性もなくはないね。またショード。ああ、勝った。勝ち、確実勝ち。まあ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 でね。何をお探しかな。じゃあな。じゃあお疲れ様でした。またよかったら遊びに来てください。お相手はトッシーでした。バイバイ。ちょっと眠すぎて、はい、バイバーイ。バイバーイ。